どうも、なおちんでーす。メガテン5やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日は最強アタッカーランキングをやっていきます。ちなみに、難易度、創生のハードで全クリ済みです。しかし、エンドコンテンツのバーチャルトレーナーレベル999はまだ挑戦しておりません。なので、今回のランキングに大幅な変更がある可能性もあります。まあ、しかし、今のところは、こんな感じで1位から10位ですので、やっていきたいと思います。それでは、どうぞ。それでは、第10位から行きましょう。第10位は、アグラトですね。ユニークスキルと専用スキルが噛み合ってかなり強いと思います。まあ、ユニークスキルは、ジョマ限定なんですけども、まあ、アグラトに適用されればいいのではないでしょうか。そして、アグラトは耐性が強いっていうのもポイントですね。そして、一番のポイント、アグラト、見た目がいい。第10位は、アグラトです。それでは第9位です。9位はエイシェトですね。アグラトと同じくジョマシリーズとなりまして、ユニークスキルが同じくジョマシリーズにのみ適用となります。しかし、クリティカル率が上昇するはエイシェトに適用されれば十分ではないでしょうか。そして専用スキルの悪しき果実。これで HP をマックスまで回復できるので、いざっていう時に回復ができる。これはなかなかいいのではないでしょうか。まあ火力は低いので、刹那で攻撃するんですけどね。で、エイシェットは耐性がもうちょっとついててくれれば嬉しかったな。第9位はエイシェットです。それでは第8位。8位は義経ですね。義経は専用スキルの発想飛びがいい感じですよね。確実にクリティカルが出るので、すごく使いやすいです。ただし、火力を出そうと思うと、発想飛びよりも刹那の方が火力は出ます。でも、確実にクリティカルっていうところで、発想飛びの方を選んじゃいますよね。で、義経は、耐性、そして HP、MP がちょっと低いっていうところが残念なところ。まあでも、そこそこいい感じのキャラだと思います。第8位は、義経です。では、第7位に行きましょう。第7位は、アルテミスですね。アルテミスは、他のキャラクターに比べると、火力がちょっと落ちてしまうんですけども、耐性がいい。そして、ユニークスキルも強くって、耐性とマッチして、タンクとして動けるのがすごくいいところ。ただし、もっといいタンクがいるっていうところが残念ポイント。第7位は、アルテミスです。第6位。6位は、蔵王権現ですね。座王権現はユニークスキルが強い。ただし、条件を満たす必要があります。この条件がちょっと難しかったりするんですけども、まあ、そこそこ満たしていれば、結構火力がありますので、使いやすいアタッカーだと思います。そして、座王権現は、耐性がいいんですよね。結構簡単に全てを耐性ありにすることができますし、状態以上にも強いっていうところが、使いやすいポイントだと思います。第6位は、座王権現です。それでは第5位です。第5位は、ゼウスですね。ゼウスはユニークスキルと専用スキルが噛み合ってかなり強いと思いますし、耐性もものすごくいい感じですよね。強い。で、欲を言えば、ユニークスキルが、電撃属性だけではなくって、物理属性にも適用してもらえれば、ものすごく嬉しかった。やっぱりね、火力としては物理属性の方が上なので、そこをちょっとね、変えて欲しかったかな。ちょっと残念。第5位はゼウスです。続いて第4位に行きましょう。4位はシヴァですね。ユニークスキルはそんなに強いと思わないんですけども、シヴァは専用スキルのターンダバが強すぎる。全体に攻撃をしつつ、さらに防御力を最大まで下げる。この防御力最大までを全体っていうのがものすごく使えますよね。そして耐性がものすごくいい。すべてを半減以上にするっていうのが結構簡単にできるので、スキル構成がかなりいい感じになると思います。まあ弱点を上げるとすると、MP がちょっと低めなのに、ターンダバの消費が激しいっていうところですかね。シヴァはかなりいいので、ぜひ、パーティーに入れてみてください。第4位です。
それではトップ3に行きましょう。第3位はカーリーですね。カーリーは単純に火力が高いので使いやすいです。ユニークスキルの物理のノウハウ。これがね、いい感じなんですよね。パーティーに物理適性が多いほど火力が上がります。最大で 30% かな、火力を上げることができて、まあ、物理パーティーに入れるとものすごく強い。バフを入れずに、火力が上がるっていうところがいいんですよね。そして耐性もいいんですよ。耐性もいい感じで、すべてを半減以上にすることがかなり簡単にすることができます。で、MP が若干低いんですけども、まあ、スキルはおぼろ一線か、刹那、どっちかだと思いますので、そんなに MP を必要としません。はい、第3位はカーリー、かなりいいと思いますよ。それでは第2位です。第2位はサタンですね。サタンはとにかく耐性が強い。吸収を4つ入れるだけで全て吸収にすることができるので使い勝手がものすごくいい。そして4つ入れるだけでいいので残りを自由にできる。火力増し増しにもできますし、タンクとして使うために方向を入れることができる。これがものすごくサタンの強いところだと思います。で、ユニークスキルもいいですよね。かなり反撃を与えることができますので、サタンは間違いなく1位か2位、どちらかと思います。私は2位ですね。それではここで番外編です。アリオクですね。アリオクも入れようかと思ったんですけども、ユニークスキルが尖りすぎてて、これはどうかなと思ったんですよね。ものすごく強いんですよ。ものすげえ火力出るんだけども、味方をねほとんど瀕死にしなきゃいけないっていうところで、これはちょっと番外編かなっていうところです。でもものすごく強いんですよ。ものすごく強いんで、実際入れるかどうかはものすごく悩みます。それでは第1位に行きましょう。第1位はマサカドです。マサカド強いですよね。とにかくユニークスキルが火力特化でいい。クリティカル率とクリティカルダメージが上昇する。で、マサカドはね、万能でもいいんですけども、個人的には物理がいい。おぼろ一線がね、ものすごくユニークスキルと噛み合いますので、おぼろ一線でぜひ使ってほしい。そして、耐性が強いんですよね。耐性強い。ただし、状態以上には弱いっていうところがちょっと残念ですけども、まあ、それを差し引いても、火力がものすごくありますので、個人的にはまさかのダントツで1位です。はい、ということで今日は最強アタッカーランキングでした。このランキングには個人的な意見が入っておりますのでご了承ください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。